ああ、持ち物が多すぎる。この重さをコインで少なくできる？これ一気に消費とかできないか。やっぱ変わってないね。キノコか。あ、よかった。やっとレベルアップした。これで、2だから、より多くの資源を持っていると、で、このいずれかの一面で、資源をトレードすることができる。よし。これでどんくらい持てるんだ。お、1000まで上がった。全然違うな。食べる場所がないで。あ、バックパックを担いでる。やあ、楽しんでる？うん、いい泊だね。伝説や言い伝えなんかが特に友達によると、塔に宝石が隠されてるって話もあるんだってね。本当だったらすごくない？もう見つけた人いるのかな？もう見つけたよ。やあ、楽しんでる？一緒だ。じゃあ、この粉壁のところで、なんだ？食べ物か。バーベキューを設置しようか。バーベキューは、この端っこに設置して、こうだね。で、休息。ベンチが必要。いやー、荷物いっぱい持てるようになったから嬉しいね。というか、なんだ、その、物を別のものにトレードできるっていうのをちょっと試したいね。こっから登れないか。どっかで、まあ、降りるといいんだけど。まあ、渓谷から行って、最初のところにね、市場っていうのを建てたから、それでちょっと交換してみようか。木材とか。いや、結構お金が貯まってるからね。お、いいね。木材発見。トレードしたいんですけど、できますかって感じよ。木材ある？今は、ね、何が足りないの？エスケープを押して倒せる。まあ、それは当たり前だ。お、布と、キノコ。キノコ大量にあるなぁ。キノコも何かと交換したいね。金属と木材を、なんか、購入できたら一番嬉しいかなって感じだっけ。多分こっちから行けば早いかな。お、もう布。ここら辺水来ないのかな？キノコ。まあ来なさそうだね。あとおばあちゃんがどこかに消えたんだけど。よし。市場に行け。回転する。交換する。交換すると、あ、いいね。あったあった。じゃあ、木材を、7、とりあえず8個交換しておこうかな。もっと交換すればいいか。よし。いいね。交換できる。嬉しいわ。で、コインを回収。で、できてないところを見ていこう。4番のキャッスルのところか。キャッスルのところと、とりあえずキャッスルのところの、なんか設備を直すところがあるみたいだね。いやー、まあ、さっきちょっとできなかったからな。キャッスルのところは、
どこだいって。ああ、そういえばアクティビティでまたなんだ、市場を向こう側の方に建てておくっていうのもいいね。落ちた。キャッスルってここだっけ、どこだっけ。ウィローズビーチまで来た。ウィローズビーチは行き過ぎたから、ついでにこっちはチェックマークついてるから、あそこか。どっかここら辺に多分ウィローズビーチの場所だな、これ。どっかここら辺に、ここはもうビーチだな。この岩の上に何かある？なんか行けそうな気がするよ。こう壁沿いに行って、無理やり来ただけだったな。多分上は上で多分別なんだろう。ふふ。ゴリ押しだ、若干。で、この壁から内側が、その場所だと思うんだけど、スキルがな、ないからね。アーク砲、すべてのキャンプ場、隠れもまだだ。結構広いんだよね。この道沿いを探していくっていうのもありなんだけど。あ、ここの地滑りがな、直せたらいいのかな？となると、もっと後になるね。この上何かできるか。できそうで、おお、無理やり上がってきた。まあでも地滑りのところまで近づくだけだな。ここまでは、うん。だから。なんか無理やり登ろうとしてるだけだ。なんかできるところある？4番。4番もブラックタワーの敷地だ。この柵は直してあるし、ベンチもちゃんとある。ベンチ。ここまで行くと違うな。まあ、塔は意味ないと思うから、直すとか関係なさそうだから。この、ボカンところかな？他のところに何かあれば、直していきたいけど。だんだん登ってくるね、こっち。ここ、直ってる？ライトも直ってる？布が下にある？ここら辺か？あ。ホタルを入れたけど。ホタル入れたところでってか。
落ちそうで怖いね、これ。ロープと橋もね、ちょっと気になるんだけどね。やっぱ、ここはなんか意味ないんだろうか。あ、で、かくれんぼか。わあ、見つかった。結構探した。確かに2日ぐらい待ったんじゃない？大丈夫なかなって思ったけど。来ないんだな、か、ん？来ない、だ、なんかね。見つかるまで、本当に2日かかったよ。2日も？すごい。友達にはまだ見つかってないんだ。実を言うと、私も見つけてないけどね。そっか。まあ僕は見つかったよ。クエスト完了。もうヘトヘト。楽しかった、僕も。これで チェックマークはつくわけじゃないんだ。木材回収して。いやー、どこだろうね。直す必要があるところ。ホタルのようなところも関係してくるのかな？まあ、最後の課題として残しておこうか。ずーっとかくれんぼ楽しかったとしか言わないのか。さあ、じゃあ、だけど。あとは、イエローフィールドと、粉引きの小屋を、なんか、やらないとダメだな。とりあえず、設置は全部していきたいね。物がなくならない限り。イエローフィールドから先にやろうか。イエローフィールドはどこだっけ？お、ここか。ん？ここだっけ？お、金属と布ゲッチュ。イエローフィールド、こっちか？あ、あれか。で、そう。アイスクリーム状を作るんだ。アイスクリームは、あ、いいね。ここで市場を設置して。ここでも買い物ができるようにしよう。で、アイスクリームスタンドで、木材5つも必要だったのか、これ。よし。これで、チェックマークついたね。美味しそうねって。回収しないと。で、この下のところに、ビューって。粉引き小屋があったんでね。あれ？もうちょっと下だっけ？ 11 番。11番書いてないや。あ、よかったよかった。粉引き小屋。で、アクティビティで、一応休憩でベンチ。あ、ギリギリのところにしちゃおうか。ここに置くことができますね。ああ、難しいな。で、これぐらいかな。結構狭いな。で、ああ、で、次来るのを待つか。もう48も集まってんのか。れ？もしかしてここ、これでおしまい？いや、違うよね。もう行くよって。行くの？いや、楽しんでる？うん、いいパークだよ。ああ、一緒だ。お、来た来た。で、次は、まずはテントだね。このテントを。
下のここに設置しようか。で、次はご飯だね。アイスクリームスタンドはやっぱり置きたいわ。君、この古い水車小屋の言い伝えとか知らない？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。では、それでは。